原史郎は、日本のジャーナリスト。読売新聞元、副社長、日本記者クラブ所代理事長。岐阜県高山市に生まれる。1932年、法政大学文学部仏文学科を卒業し、新聞学院に学び、1933年に国民新聞入社、社会部に配属される。1936年、 読売新聞社社会部に移り、日中戦争の従軍記者として活躍し、戦時中はマニラ支局長などを歴任する。戦後、文化部長を経て、1949年に社会部長に就任する。新宿暗黒街の粛清、繁華街における第三国人の暗躍を暴露した、東京疎開、東京中央魚市場の明朗化など数々のキャンペーンを実施する。 1953年、読売新聞社会部による暗黒面的発活動の記事により、第1回、菊池博賞を受賞する。1954年3月16日に、ビキニ水爆実験にあった第5福竜丸事件をスクープするなど、読売新聞の社会部帝国を作り上げる。1957年、出版局長となると祝冊版の発行や全集。 日本の歴史などの企画を成功させる。1965年に編集局長となり、日本記者クラブの設立に尽力。1969年の設立とともに、初代理事長を務め、1971年に副社長編集主幹に就任する。当時の読売新聞では、販売を中心とする業務部門に無体密を編集部門に社会部帝国を築いた。 原志郎という強力な実力者による住み分けが定着していた。1981年に顧問になる。1991年にマスコミ功労者検証を送られ、2000年5月3日に国際新聞編集者協会が設立50周年を記念して、世界の報道人50人を検証した際、日本から選ばれ、世界報道自由ヒーロー賞を送られる。ありがとうございます。